原田高種。原田高種は、戦国時代の武将、大名。原田氏、大倉氏着流七76代当主。筑前国高祖山城城主。原田教主の子。性質は、大内義隆、あるいは大内義雄の娘であり、四国義隆から、隆氏の一時を賜って高種と名乗った。啓発して、両英を豪意したので、原田両英の名でも知られる。 通称は男女。子に種門、種吉、茂種、親種などがいる。協力四年、1531年に、高祖表で高種への家臣、宇田道勝、大丸進村が、帰還、水崎森政と交戦した記録があり、協力年間に、父の教師から家徳を譲られたと推測される。北九州における大,大内仕方の代表的な、国人領主の一人でしばしば、 大友司方の国衆と争った。大明寺の変で、大内義高の自陣後も、主君の恩子に筋を通して、逆信、東高房には従わなかったところ、筒木主で、家老、西主義国が不満を持って、非全国の竜造寺高信と内通したのでこれを打った。しかし、天文二十一年、五百五十二年に、大友氏が、当主と連合して進行すると、敗下の大丸。 高氏、兵庫城、西重道等々がこぞって寝返って、当氏にこ応したため、高祖山城は落城した。高谷は降伏して、湿気を強いられ、当氏から広中高種が大官として、名の浜城に入り、大友氏からは、薄木明鈴くが派遣されて高寺竹城に入って、地区全国の万所を設置したが、高寺元年、1555年に、五福島の戦いで、 高房が自害すると、その混乱に乗じて、高祖山城を奪還した。高事三年、1557年3月、大内義長が毛利元成に攻められて、翌月自害すると、筑前の大内領は大友氏に組み入れられたので、高種も一時大友氏に属した。同年、家臣、元木道鉄が着南守門と三南茂種を残言、したので、8月7日、 二人を、無本の疑いによって、騎士で暴殺した。後にこれは誤情報であったと判明するが、高種は、もともと読む男親子を寵愛しており、これを着手とした。A69 年、1566年、岩屋城主、高橋明主が、毛利氏に内通し、大友義重に反旗を翻して、宝満山城、宝満城に籠もると、 義重は四章を発して、これを鎮圧させようとした。高種入道両鋭は、干守より遠平を要請され、病を理由に断ったものの、他方で、両鋭も、密かに、毛利氏に内通して、大友氏に敵対した。着手親足を避難と人質を兼ねて、秋国の吉田城に送った。A60 年、1567年9月11日、両鋭は、 大友方の西鎮県の巨城法仕竹城と市城を落とし、西市を滅ぼした。さらに工事竹城に攻め寄せたが、劉造寺氏が侵攻したために攻撃を中止した。A61 年1568年4月、官渉に同調して、立花秋都が大友氏に反乱を起こすと、毛利氏は援軍を送ったが、これに親主が加わっていた。大友勢が立花城を行為中。 工事竹城の城代、薄木荒助、薄木鎮族が大宰府に出陣すると、両栄は、今日ついて工事竹城を奪い取った。新助は慌てて帰還して城を回復。追撃する、薄木勢と原田勢は交戦すること1日7回にも、及んだ。原田勢は退却したが、両栄はかがり火を焚き。 火のついた火縄を竹にハサミンで2から三百本も立てて、鉄砲隊が待ち構えているように装って、薄木勢の追撃を止めさせた。第一次池田川原合戦。一方、龍造寺高信は、高祖山へ進出したので、両栄は西へ転じて、鹿や峠の戦いで、これを撃退した。七月十九日、薄木鎮続くは、高祖山の麓で、原田勢を攻撃したが、 この小金坂の戦いは、両英が、陳続を撃退して敗走させた。8月2日、関主の真、江藤尾有神は、親主と清水宗友と共に陥落した立花城を、奪還しようとしたが撃退され、清水は長門に帰還、親主は高祖山城に敗走する。両英は、原田近秀を救援に派遣して、8月5日、第一次世へ。 松原合戦で追手を撃退したが、着村収士など、家臣の多くを失った。一連の戦いは、毛利方の敗戦に終わって、毛利勢は撤退したが、これを見て、今度は、龍蔵寺高信が筑前に進行。両栄、及び草野氏は、龍蔵寺氏に服して、孫、次男の種吉の子、後の原田信種を、龍蔵寺氏に、人質に出すことになった。 A62 年、1569年、大友氏と竜造寺氏が和睦したため、両英は大友氏に服した。同年、毛利氏が再び筑前に侵攻したが、このために、これにはこ応しなかった。元気二年、1571年、両英の次男、草野静長入道修備と、吉井高光の領地争いで吉井浜合戦、吉井合戦があった。 両氏は共に両鋭の配下で調停を試みたが、失敗し、合戦の後、総林の下地で、両氏は和睦した。元気三年、1572年正月、陳、続くの後を継いだ、麹岳上州スキチン氏は、今津美社門、都市神社に参詣する両鋭を暗殺しようとするが、失敗。原田勢に逆襲され、これが1月28日の第二次池田川原の、 戦いとなって、敗れた薄木鎮氏は、泊まり場を逃れようとしてたどり着けず、平等寺、築氏の死で、老刀と共に自害して果てた。築前薄木一刀が滅ぼされたと聞いた総林は、月期し天正2年、1574年4月1日、鎮続を再び築前に派遣して、両栄の首を要求させた。原田氏の親族で会議をしているところに、親主が高狩りより帰り、 これを聞いて奮激して、自らの腹を十字に切り裂いた上で首を落として、元木を腹に投じさせた。これには十人余りの死が追い払をして順じた。薄木側に剣士を要求し、親主の遺体に間違いなければ帰還するように、求めたところ、薄木の執筆、坂本伊織という者が、親主の首を持ち帰ると言ったために、両栄は激行して、工事竹城を攻めて、 必ず総理に復讐すると誓ったが、この頃、大友氏の勢いは、強くすぐに行動に移すことはできなかった。着手を失った両英は、先祖が回帰した天台州国楽寺を再興し、相当宗に改めて一万歳山流国寺として、親主の母体を祀った。また草の静長の次男は、人質として送っていたが、竜像寺氏にうて原服させ、両英の養子氏のぶ種とした。 天正六年、1578年に、大友氏が耳川の戦いで大敗すると、筑前の情勢も再び不穏となり、筑紫広角、秋月種座種、胸形指定が相次いで、竜造寺氏に組みして、大友に反旗を翻し、両栄もこれに同調して放棄した。総林は、立花同説、高橋正雲、志賀道、 輝きの三照を筑前に派遣して沈定させようとした。天正七年、1579年、安楽平城に集結した立花勢と小田部勢と、大鶴は出撃し、7月12日、海と陸から取り替え、行き末玄、小金坂へ押し寄せて、原田地下秀を撃敗したが、最終的に両英が陣頭指揮をして、小田部勢と大鶴勢を撃退。立花勢は、 息松元に退却したので、これを追撃して、第二次世、松原合戦となった。両栄は、大友方、武将着付漢術の立てこもる、高寺竹城を包囲した。道場は、兵糧が突きかけていたが、道説は、高祖山城を攻撃すれば両栄は囲みを解いて、帰ると考えて、救援を送らず、息松元に陣を敷いた。両栄は、包囲を継続したまま、 8月13日、これを迎撃して、第三次世、松原合戦となったが、これは、両軍痛み分けに終わり、双方が手を引いた。しかし、両前の月田、麹竹城は海上投降して退いたので、島軍は原田氏の領有となった。同月19日、草の静長の領地に、畑地氏が侵攻したので、両英は援軍を送り、浜崎でこれを破った。 天正九年、1581年、原田勢は、高信と共に、安楽平次郎攻略。この頃、両栄は老衰で亡くなったようであるが、没年不詳。法名は送り名不く因伝大林両栄、大禅城門。原田氏の実験は、草の静長が,が握り、息子、信種を当主として盛り立てたが、これを快く思わない者が、家臣におり、これに、 はたち市が介入して、天正12年、1584年の仕掛け合戦となる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。